出口新広氏は日本の競輪選手、神奈川県出身、日本競輪学校第63期卒業、日本競輪選手会神奈川支部所属。師匠は星川敦氏初出走は1989年4月12日の慶応各競輪場で初勝利も同日。夫人はプロゴルファーの松沢千佳子。法政大学。 第2高等学校在学中から自転車競技を行っており、1986年のインターハイではスプリントで11位となる。高校卒業後は日本競輪学校に第63期生として入学し、在校成績3位で卒業する。当初は川崎競輪場をホームバンクとし、デビュー戦で初勝利を収めると、その開催では、 初日から一着三着一着でいきなり初優勝を飾り、以後も着実に力をつけていく。1993年には宇都宮競輪場で開催されたオールスター競輪で初の特別決勝進出を果たしたが、この時は高校時代からの友人である高木高弘だけでなく、 高校の先輩にあたる佐々木達也と山田秀信も決勝に進出したことから決勝で対する地元の上山雄一郎を打倒するために神奈川勢四人で結束を図ることになり出口は四人の先頭で走ることになったこの先輩後輩による結束は法政に高カルテットと称されたが結果は出口が果敢な先行を見せた後に高木が自力で踏んでいったものの直線で 神山に交わされて破れてしまった。しかし1994年に岩木平競輪場で開催されたオールスター競輪では再び高木高弘と共に決勝に進出し、今度は高木が前を走って出口がその後ろを回る形でレースに臨むことになり、最終バックで先頭に出た高木が後方からまくってくる吉岡み信に対し自ら外側に合わせて牽制し、 この時会いたいんを出口が突っ込み直線で高木をかわして優勝し、前年の借りを返してもらう形で、念願の特別競輪タイトルを獲得した。なお、この時格付けの関係で、すでに競輪グランプリ94の出場権を得られないことが確定していたにもかかわらず優勝を果たした。1996年に松沢千佳子と結婚し、夫人との間に西を授かる。 なお、結婚直後に、夫人の実家から近いことから、平塚競輪場に練習地を移動しており、その後も2004年の日本選手権競輪決勝で3着に入るなどの活躍を見せている。かつてはスピードを生かした自力タイプの選手であり、次第に追い込み型へとシフトしていったものの一時期は、競りよりスピードを生かすために展開次第では、先行選手の番手より、 自ら踏んでいく競争が多かったが、現在は一般的な追い込みの選手となっている。ありがとうございます。